弱かったから、弱かった。普通に僕らはその人には侍史上最悪の罰ゲームが用意してあります。正解はマックさん、かなり近いです。おー747キロ。うわー、しょーい。じゃあ、回していきます。はい、3、2、1、ウィズリミテッド。大変失礼しました。とウィズリミテッドが巻いておったぞ。どうなってんだこの現場は。なんだこれ、ね、空気おかしくなっちゃいましたね今。巻き戻したの。お前、お前。なんだあいつは、誰だあいつは。一緒の代表。あ、代表か。はい、で、今日何ですか。企画をかぶってきました。お、持ってきました。持ってきた。はい、さっくり言っちゃうとカロリーオークションっていう企画がちょっとバズってる企画です。で、何をするかっていうと、例えばここにあるお菓子が何カロリーかっていうのをみんなで当てるんですよ。当てるんですけど、そのオークションって高い値段つけた人が競り落とせるじゃないですか、うん、もうこの時点でちょっと振り切ってるんで難しいと。僕らサムライクルーにはあんまりね、頭のいいことできない、理解ができなかったです、うん、俺もできなかったから。ね、参考動画パーン流れてると思うんですけども、それか概要欄か、意味が分かんなかったです。ちょっと弱かったから。弱かった。普通に僕らはお題として出てくる食材のカロリーを当てようって。おー、はい。え、これ当てたらどうなんですか。当てた人は別に特に何もない、次の問題で参加しなくていいだけです。ほう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 。で、一番遠かった人はその食材を全部食べなきゃいけない。あー、なるほどね、はい、でもこれ多分僕にとっては逆に嬉しいっていう。そうですね。で、そのルールだと別に鈴木さんは罰ゲームにならないので、うんうん、苦手な食べ物なんでしょうか。僕はあの匂いの強い系が苦手ですね。ジビエとか、あと辛いのと熱いのは結構苦手です。なんでそういうのいっぱいちょっと用意しといたんで、それでちょっと罰を感じてもらえるかな。え、どこのジャンルだろう。辛いの、それとも、それはまあ、あの彼が全部出題してくれるんで。早くも俺の使い方をあれだな、もう 手生に取るようにやってるな。で、さらにすげえな今小刀ぐらいですよ。それでなんだっけ、え、あれっす。あ、そうだ、一番食べた人が、うん、結局一応負けた人になるじゃないですか。うん、その人には侍史上最悪の罰ゲームが用意してあります。え、一番食べた人が、はい、はい、さらに罰ゲーム、まあ、罰に罰を重ねる感じです。さらっと言うな。さらっとすごいこと言うな。罰に罰を重ねるんだ、はい、それはどういう系ですか。それも楽しみ。楽しみですね。じゃあ触りだけ欲しいと。触りだけ、触りだけ。この間のよりきついよね。前もの時よりきついです。ゲテモン、多分。まあゲテモンですね。上ではないです。え、上ではない。何、上ではない。ゲテモンって下って書いて、手って書いて、ものじゃないですか。え、そうなの。え、そうなんですか。初めて知りました。はい、すいません、いろいろすいません、はい、はい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 、上ではない、上ではないです。わかりました、わかりました、やりましょう。じゃあこれ、いや、第1問からお願いします、うん、はい、じゃあ第1問いきます。はい、ででん、こちらファミリーマンのデミトマト仕立てミートソースでございます。ファミマのミートソースのパスタ、ちなみに大盛りです。大盛り。パスタってカロリー高いような気がするんだよな。麺ですもんね。麺。さあ、シンキングタイム。やべえ、これやべえ、当てたいな。はい、書いた。はいよ、書きましたよ。直感ですから。降ってきた、降ってきた、降ってきた。降ってきちゃったの。ちょっと面白いよ、これ。面白いですね。うん、ちょっと面白い。オッケー、いいよ、俺もできた。じゃあ、行きます。じゃあ、今回は吉高さんからお願いします。はい、600。おお、どうなんだろう。え、僕いいですか。はい、僕はちょっと高いです。ででん、805。割と高い。いや、大盛りだから。大盛りだからこんぐらいいくかなっていうイメージ。僕630です。あれ、うん、俺だけちょっと抜けてる感じになるのじゃこれ。それでは正解の方いきたいと思います。はい、正解はマックさん。おお、おお、747。うわー、しょーい。吉高さん、プロの料理人だったんじゃないんですか。栄養価とか全部把握できたタイプだったんじゃないんですか。いや、なんかもう鈴木さんの飯ばっか作ってるバグっちゃってでも今もういきなりあれで罰ゲームに近い人になったからね、この一問で。で、マックスさん、この回はお休みです。あ、お休みか、次。あ、高みの見物シーンだ。そうっす。そうか、そうか。
続きましてはこちらの商品。え、これってまるまる全部ですか？ミニシュ全部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 ミニシュ。これがちなみに16個入り。おお。ファミリーマートのミニシュカスタード&ホイップ16ですね。お二人でね、考えていただいたら、これでも吉高さん外れたらもう終わりだね、これ。きついです。もう終わりだよね。おい、吉高、おせえな、書くのかよ。おい、どうした、どうした、ビビってんのか、おい、おい、おい、プロ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 。おぉはい、はい、ではさっき吉高さんからなんで、ミニゴリちゃんからお願いします。500キロカロリーです。ちなみに500キロカロリーの根拠って何ですか？シュークリームの大きさで、最初800とかあると思ったんですよ。カスタードとあとかなり高カロリーだな、高カロリーかなと思ったんですけど、さすがにこの可愛さでそんなことないだろう。なるほどね。その可愛さマイナス300で500。ああ800マイナス300の500で。で吉高さんは38。それはどういう理由ですか？なんか1個30キロカロリーもあんのかなと思って。ああ16個で。はい、16個です。20ちょっとぐらいでないですか？ちなみにクリームとカスタード入ってますね。なんでそういうこと先に言わない。ファミリーマートのミニシュカスタード&ホイップ16位ですね。カスタード&ホイップ、カスタード&ホイップ、カスタード&ホイップ。でちなみにマックさん、僕予想は560。なんとなくイメージで気になる結果は530。死んじゃう死んじゃう。ニゴリ選手、これはじゃあまた吉高さんが食べるということですね。これなんかあれだね、ちょっとあの次ぐらいに吉高さんが食べ出したらちょっと俺らあれだね、どういうテンションで言っていいのかちょっと迷い出すゾーンに入ってくるよねこれ。そうだ、ワンチャンこれ吉高さん全部食べなきゃいけない人出てくるよ。いやもうこれもう大丈夫吉高さん、これすげえよワンチャン、これ大丈夫なのこれ。一人パーティーって一人クリスマスパーティーみたいになってで、ここでパスタが到着しました。すごいですね、なんかどんどん借金が膨らんできてるなんかシュークリームは美味しい。おでも食べやすいよね、そうですね、軽いからさ、中毒って。あっち、次はコンビニのおにぎり。ヘビーだな。ファミリーマートさんのシーチキンマヨネーズ。後巻きの方ですね。シーチキンマヨネーズ、シーチキンっていうのがまたあれですよね。ちょっと難しくしてきますよね。オッケー、いいよ、オッケーです。大丈夫ですか？はい。じゃあ、頼むマックス。はい。いきます。僕が思う、ファミリーマートさんの、シーチキンのおにぎりのカロリーは、こちら！でてん！ 245 キロカロリー。ちょっとこれね、ひょっとしたら200ないかなって思ったんですけど、マヨネーズ使ってるっていうところで、ちょっとこのぐらいあるかなっていうので、なんとなく250近辺かなっていうので、245。にしました、僕は。俺。はい、吉田さん。250。おぉ!5キロカロリー差。これ理由は？これ理由、ちょっと見た。いやぁ、こんなに行くじゃねえかよ。まあでもね、まあ、連敗してる。撮ってるから、頭ボーッとしてくるから。じゃあ次、見ましょう。175です。おぉ、シーチキン結構好きなんですよ。で、好きだから200も温まるかと思って。あなたで一番面白い。あなた持ってるね。あなた演者だわ。本当面白いね。で、まあちょっと自分の希望を込めて175ぐらい。はい、というわけで手揃いましたが、気になる答えはいくつですか？正解は、はい、230カロリー。おお、また一番近いのはマックスさん。おいしょー、これセーフ、セーフです、セーフです。ニゴリさん、シーチキンマヨネーズ好きなのかい？そうだよ、好きなのかい？よし、次です。食べたい。こちら、こちらマックさんが大好きなラム肉でございます。最悪のマジっすだけどね。え、それ羊っすか？うわぁ、きラムチョップみたいなこと？俺ね、これ知ってんだ。おかしいでしょ。なんで知ってんだって。1日50本ぐらい出してた店で。あお客さん調べた。はい、ありましたよ。それでは、ムニゴリちゃんから行きます。300です。理由は、50g って言ってヘルシー、シンプルに2本あるので、かけ逃げ300でいいかな。
1本150グラムをカロリーに置き換えたわけだよ。なるほどなるほど。じゃあマックさん。はい、僕はヘルシーと言われてるお肉ということでこちら350キロカロリー、まあ、大体もうちょっと多いから正直思ったんですけど、やっぱ言ってもヘルシーと言われてるというお肉ということを考慮すると、まあでも避けるってこれぐらいかなっていう、もっと多かったんですけど本当はっていう理由ですね。じゃあ次に続いてよし、おにぎりきた、おにぎりぐらいはね、さすがに280。うわ少ねえ。俺か吉高さん、そうです。あ、だこの時点でもうリーチかかれてるってことか。そうですね、2分1。え、正解は、正解はなんと吉高さん大正解、280キロカロリー。最悪だわ、本当に最悪だわ本当最悪だわ。嬉しいわ。やだくせえし、ちょっとこれ家庭し、ちょっとチンしてよ草がたいやだー。では続きまして、こちらファミリーマートコクのある卵サンド値段は180円。卵サンドって何でだろう。はい、できた。じゃあ吉田さんって呼ぶなってた吉田が呼ぶまで多分なんかさっきよりマヨネーズいっぱい使ってそうだから300。これ僕出していいですか次。はい、どうぞ。一緒。マジか。380円です。おー結構高いね。あ、できた僕もね、吉田さんの似た理由です。これは300。おにぎりが236とかなんですか。米じゃなくてパンなんで、ここも含めて80円しました。これいくつですか。正解は324。おい、あれってことはこれ品数だとここ並んだんですか。品数だと並んでますね。ちょっとあれだよ、罰ゲーム違う、ちょっと疲れてる。何の罰ゲームが来るか知らないけど、でも結構なんか話し方的にヤバいっぽいから。本当言ってもマックスさんもですか。あと一回間違えたら並びますか。並ぶ結構絶対いい。あっちゃあいけん。おい、ほんとやめましょうよ、お前。そんなダメですか美味しくないですか。もう、味の前に、匂いでもう、あの、ほんとダメなタイプの匂いだ、これ。年取って食えるようになったね。昔食えなかったけど。あ、ちょっと待って。食えるかもしれない。そうでしょ。あれ今俺たぶん食えるわ。確かに、結構うまいかも。いや、あの、まあ、昔の自分いますけど、ちょっと違和感はありますけど、でも前ほど飲んでふわっていうのは、これ肉自体は結構うまいかもしれない。あ、まあ匂いとかさえなければうん、もうじゃあただのご褒美じゃん。ただの食ってるしょ、なんだろう、なんか B2 映画のタイトル何でやったらありそう。続きましては新発売抹茶のモンブランファミリーマートなんですね。モンブランケーキ希望的にはこれぐらいです。いや、これ多分やっぱ甘いもんって基本的に多分カロリーモンスターなんで、よし、いきます。いや、もうちょっと勝負かけよう。これは肉めっちゃ柔らかいんだけど、これ、まあ、吉高さんがね、調理してるんで。あ、ハイパーうまいよ。やばいけど、ほんとに取り替えた。取りました。お願いします。それじゃあ、にごりちゃんからお願いします。ちょっと勝負かけやりすぎじゃね。次は甘いもふんだからさ、打ち切ったら結構あるんじゃないかなっていうのと、あとはモンブランだからっていうですね。でも、食べたいってこと。いや、ああ、そういうこと。ケーキって結構カロリーある。うん、それだけです。じゃあ次は吉高さんに行くか。俺の名前呼ぶとき毎回噛むのやめて。いや、もう本当にない、すいません呼ぶって言ってたら呼ぶはい、320。板チョコとそんな変わんねえんじゃないかな、量的に多分。なるほどね。いいっすか。はい、どうぞ。僕こちらです、400カロリー。
300台かなってちょっと思ったんですよ。360とかそんな中で思ったんですけど、でもちょっとやっぱ景気ということと、やっぱりちょっと勝負かけたいなと思って、ちょっと上目予想の400にしました。はい、僕がお気に入ってますね。スタバのフラペチーノめっちゃカロリー高いみたいなの聞いたことあって。あー、なるほど、フラペチーノの上みたいなもんですね。そう、ぽいからかなっていう、はい、なるほど。はい、で今上と下がミニゴリちゃんと吉高さんですね。うん、それでは正解の方にします。はい、正解は、はい、吉高さんめちゃくちゃ近い324キロ。おお、すげえ。まだです。ったってことは、ってことは、ミニゴリちゃん。やったよかったね。約倍だからね。あなた約倍だよ。しかも結構溶けてんなこれ。なんかもうちょっと待って。これあのピー入れてもらって構わないんだけど、これ摩擦のゲップみたいになってるの。わかる？わかります。色もそうだし、崩れ方がゲップなのよ。ワンちゃんこれゲップの顔なの。これあのモザイク入ると思うんですけど、ここゲップの顔なんですよこれ。ハイミツ持ってきて誰か。いただきます。あれってことはこれで、2問1問2問3問3本やばいじゃん。次行きます。じゃ次行きますか。はい、次で何問目。次で7品目目です。おお、7品目目。はい。続きまして、まあ、見たことないですよね、こういうもの。イノシシ出たーの缶詰。缶詰、ヤマトミ。缶詰、はい、ヤマトミってなんですか。甘いとか甘い感じで、生姜とかでなんか髪を切るっていう。和食そんな詳しくないからわかんないけど、その1貫に対してのカロリー。はい、ちなみにちょっと難しいと思う。グラムのヒント。ヒントお願いします。はい、70g。 70? あ、意外と簡単じゃないよ。はい、わからないなりにも行きましょう。じゃあマックスさん。はい、僕が思うイノシシのカロリー 70g こちらでーん。350。意外と言ってる。言ってますね。 70g ですよ。いやなんか強気の350でイジブスゴ外したらイジブスゴ。天の声からガヤが飛んでいかない。はい、そんな感じです。はい、いやマジか。ちょっと理由があったね。だいぶ適当にやってた。じゃあ吉田さん70g。 約半分ですよ。これはもう分かれます。え、何も210です。あれ、中間を行ったのはミニゴリちゃんです。俺か、じゃあ鈴木さんと。よし、はい、ミニゴリちゃんはちなみにさっき油結構あったじゃないですか。多分彼が食べたことあるのは店なんですよ。でも大体こういう缶詰とかって、まあ、多分サイコロ状みたいな感じでコロコロしちゃった。あー、そういうことか。あんまり油とかもないのかなと思って、でしかも 70g なんで、全体が210あたりが一番ちょうどいいのかなっていうところに落ち着きました。今先輩がきついって言ったりするので、ちょっと拾ってあげたり。あ、すごい食べてます。じゃあ正解です。正解は186キロカロリー。マジで。ちょっと超やばいです。これか。正解です。これはダメなやつだ。しかも俺2個目間違えたの。そうです。じゃあもう俺全然トンチンカンなことしてたってことだね。なんかこの感じみたいな。あー、5押さえた。わー、油張りですね。ごっついねーこれ。あ、もうすげえ匂い。ますね。なんかね、正直匂いはいい感じはありますね。ラブより全然。うん、いってみます。うまい。確か普通にうまい。硬さだろ。結構肉質は固まりじゃない。しっかりしてる赤身が、なんですけど、多分これ味付けがほんのり甘くて、あのイワシのやつとかあるじゃないですか。はいはいはい、サンマとか、あの、あ、海苔は一緒です。それのなんかあの獣だってだけで、イノシシかって言われたら多分正直わかんないと思う。全然。うん、全然。マジか。
HIV を克服したんですよ。その可能性ある。企画倒れ。企画倒れ。全然うまいよ。むしろうまい。うまいうまい。吉高さんはまだ食べていると。うん。頑張ってください。もうちょっと。おいしいじゃん。じゃあ次いきますか。はい。はい。はい、ラスト2問です。はい。はい、続きましても、またこの四角い。カズマ。はい。次、トドのまとめてトド。もうわかんねえ。トドって食えんの？え、食っていいの？食えそうです。寒いところで生きてるから。イノシシよりはありそうな、うん、ありそうだよね。皮下脂肪だらけ。ゴリちゃんはキャパ的にはどうですか？まだ食べれます。マックスさんも全然、まあ、すごい楽しいです。あー、これ面白いですよ。面白い。もうおにぎり1個も入んない。全然最近間違えてないのに一番苦しそうなのに吉高さんっていう。そうそう、間違えてないんですよ。全然間違えてない。なんなら一番正解が多い。今何個間違えてるの？これ2223です。これさ、下手したら333になる可能性があるかもしれない。そうだったらみんなで仲良く。さらっとしてるよね。サブレーティングどこだったかって誰も助からないですよ。じゃあ吉高さんから。うわ、はい、はい。260です。みんな近いな。2人に罰がつくか1人になるか。はい、これだってこれはすごい接戦ですね。これミニゴリちゃん負けたらもう負け確でしょ。負け確ですけど、はい、で正解は253キロ。うわあ、ミニゴリちゃん、トドは食べたかった。食べたかったの？まあ、食べるけど前だね。トドのつまりね。トドのつまりですね。俺なんも言わない。俺本当なんも言わない。これだけは見てるよ、黙って。うわっ、匂い結構くる。さっきと同じ匂いする。あ、なんかプルンプルンしてる。プルってるね。コラーゲン的な、ゼラチン的な、ちょっと特殊なジャンルな気がするかもしれない。なんか味で言うとサバの味噌煮なんですよ。あ、じゃあ食べ慣れてる。割と味は食べ慣れてるんですけど、この油をもつけたところが豚肉っぽい。なんかよくわからない。え、それ単純に美味しいまずいだけど、味はじゃあ別に全然、味はいけますね。へぇ、でも味に癖はないんですよ。臭みありますよ。あるね。はい、ただこれ缶詰系の魚食える人は食える。すげえな、割とサクサクいったな。そんな長くも一気にくるのすごい、結構いい。これマジなの？出し方、出し方、出し方。が、価格の無視。はたはた。どっちが重たいか分かんないけど。うわ、うわ、まるっと入ってんだよ。ミニゴリ今日お母さんにご飯食べてくれてる。いや、もう
言ってないです。言ってない。怒られる。怒られちゃう。家帰ってご飯食べれないと思う。何食べたのって言われるよ。たまっちゃう。ちょっと待って、これやばいよ。あ、上から取るの。昆虫スナックタランチュラ。あ、でも食塩ついてるよ。原産国タイ。ちなみに 100g あたり 374kcal。 どこ？どこ？おにぎりよりカロリー高いよ。だってゼブラタランチュラ。じゃあ足から。足から全部食うのすんじゃないし。メンマからぐらいの距離で打たないのな。味は前回の虫と一緒っす。うわ、気持ち悪い。うわ、何しこんだ。うわ、まずちょっと頭かお腹痛い。俺見てるだけで頭痛くなってきた。頭こっちは。うわ、お腹も頭も気持ち悪い。ちょ、裏見せてよ、カメラマンさんに。裏どうなってんのか。一口は。いや、さすがに一口はきついんじゃない。やろ、一口いっちゃう。一口いってもこれあれでしょ、モザイクなんでしょ。いや、これ結構勇気いるね。今マジネかけてます。え、これは餃子っす。ストコショー、ストコショーでいきたいです。ちょっと焦げちゃったけど。いた。うわ、このリアクションマジだな。リアクションが取れてないリアクションしてる時ってマジだよね。しんどそう。いや、もう味はよくわかんないです、正直。濃くもないし薄くもないですけど、食べてるってことが無理です。シンプルに。今度からサムライイーティングさん最初、うん、タランチュラハンサムハンターミニゴリでいいですか。なんでこれめちゃくちゃなんだよ。タランチュラパンダ。いや、タランチュラハンサムって言ってた。タランチュラハンサムミニゴリ。ハンサムって言った。タランチュラハンサムミニゴリ。毒が効いてますね。うまいこと言ってんじゃねえよ。